安北府の戦いは、1231年に砂陸隊、コルチ率いるモンゴル軍と、高麗の正規軍である三軍が、野戦において激突した戦いである。この戦役で敗北した高麗は、モンゴル軍に、正面から講師がたいことを悟り、これ以後は、海島や山城による、剣兵器、清野戦術で対抗することになる。高麗は1219年の高等上の、 戦い以降、モンゴル帝国と兄弟の名役を結んで都市見継ぎを収めていた。しかし、1225年に帰国途中のモンゴル市民が、王力後近辺で何者かに殺害されると国交が断絶された。1229年に即位した、モンゴルの新帝、オゴデカーンは、死者殺害の罪を問うという名分の下、サリクタイコルチ率いる一軍を高来へ派遣した。 1231年8月下旬に、王力港を渡り、高麗領内に侵攻した、モンゴル軍は、短期間で、義州、劉州、鉄州を攻略した。モンゴル軍の先鋒隊は、亀州や自州など、抵抗の激しい城は残したまま南下を急ぎ、9月10日に、西京、9月14日には、甲州、大鳥州にまで到達する。高麗の平成では、 38両3万8000人の保障軍、西優軍の中から3軍を編成して有事に当たることになっていた。高麗朝廷の実験者である際は9月2日に3軍の新発を決定。大将軍の歳末年を北海平馬市に任命し、諸道の兵を招集させた。さらに、馬山の草族から西兵5000人、関岳山の草族から族会5人と、 精鋭50人も高麗軍に加わった。9月下旬、三軍は、甲州のホラ戦役で、モンゴル軍の先方隊を撃破して北上した。一方、サリク隊率いるモンゴル軍本隊も、9月29日に、千州、各州を攻略して南下する。10月21日、サリク隊は、安北府の城下に至り、中屯する高麗の三軍に決戦を挑む。 三軍は当初城から出ようとしなかったが、五軍の人種大修正が野戦を強く主張したため、出撃し、城外に布陣した。戦闘が始まると、モンゴル軍は下馬して、隊列を組む一方、騎兵の別動隊が、後来の遊軍を強襲。モンゴル軍の矢が、雨のように降り注ぐ中、後来軍は、乱れた遊軍を救援しようとした中軍もまた乱れて、改装状態となる。 モンゴル軍の追撃によって、高麗兵の過半数が殺害され、将軍李彦文、帝武氏、遊軍方眼、蔡守吉良も戦死した。安北府を占領したモンゴル軍は、南下を続け、12月1日には高麗の首都会計を包囲した。万作尽きた高麗は、リク隊のもとへ、莫大な蜜着物を送って降伏し、モンゴル軍に攻略された44条には72人の、 だるがちが置かれることになった。しかし、翌1232年1月に、モンゴル軍が去ると、蔡は、徹底抗戦のため国島を観光加工の高架島に移し、諸道の民には、海島や山城への退避を命じた上で、だるがちを皆殺しにする。王御デーも直ちに門在の兵を発し、1259年に、駒が屈するまで、朝鮮半島は、 モンゴル軍によって蹂躙された。ありがとうございます。